家畜として馴染み深く、ユーラシア大陸やアフリカ大陸では、騎兵の乗り物としても使われていた動物。そうです、馬さんです。家畜としての利用は常用乗馬をはじめ、馬車の牽引、農耕、食肉、介助など多岐にわたります。馬さんの飼育に適した草原地帯の遊牧民の軍事力を支えていたが、自動車の普及とともにその優位は失われていった。また、食用にもなり、肉は桜肉と呼ばれる。アメリカ合衆国やイギリスなど食のタブーとする地域も多く、日本でも競馬関係者にとっては馬肉食はタブー。遊牧民でも食べるなんてとんでもない派と貴重だから大切に食べる派に分かれている。今日はそんな馬さんたちのネットの反応を見ていこう。地方自分を完全に馬だと思い込んでいる牛くんが見つかる。牛って乗れるんだ。名前ランボルギーニで草。安定感ありそつ。四駆のランボルギーニ。逆に牛って普通乗らないんか？鏡とか見たら絶望するんかな。いや自分の姿がどうなってるかとかわかってないやろ。なんてことや、ワイは牛やったんか。牛って鏡認識できるの？できないとされている豚はできるらしい。ワイもアッニとウトウッドがイケメンだから自分もイケメンやと思ってたわ。かわいそう。馬にマッサージしてもらう犬さん、見つかる。これは仲良し犬。間違って爆撃されんの？TikTok で犬の動画見ておおってなるけどこの後旅立った動画が出てきておおってなる。馬小屋にお邪魔する猫さん。馬がこちらを向くとこうなります。イチャイチャしやがってこのお。ぬっこ。イッヌさん、お馬さんに負けない毛高さ。これはイケメン。狼やんけ。馬の牧場で育った根っこ、馬になってしまう。馬見すぎて馬の歩き方になってるやん。なんこれクソかわよ。かわいいじゃねえよ、歩様が明らかおかしいじゃねえか。かわいいけど猫的に変な歩き方して体に負担とかないんだろうか。猫って意外と人の動きを見て真似するよな。初めて靴履かされた犬がこういう歩き方するよね。足の裏が濡れてるかがむついてるやつの歩き方。足拭いてやれ。変なもん食ったろ。猫みたいな走り方する馬作ったら速そう。速報世界一でかい馬、でかすぎる。ゆうま。でかい？おちんちんやばそう。こいつが競走馬になったら無双できるのか？こんなん後ろ蹴りで人間なんか一発だろうによく人間に飼いならされてんなこいつら。生まれた時から人間に世話されてるからな。でかい馬ほど性格がおっとりしてるニャポニーとかは結構ずる賢かったりする。ここまで大きくなくてもほとんどの馬が後ろ蹴りで一発やろ。中種馬かっこええな。怖えな。昔はこれに鎧着せて集団で突撃してくるんやろ逃げ出すわ。世界一大きいシカ。恐竜か何か？世界一大きい犬。世界一大きい猫。もはや妖怪の類。化け猫やん。馬って1日 200km 移動できないんだな。未舗装路込みのシクロクロスだとしても 100km なんて自転車なら余裕やろ。動物で最強の持久力持つのは人間やからな。世界一大きい豚。世界一大きい牛。こういうのを見た昔の人が妖怪産んだんやろな。馬さん、いつまでも騎乗できない女さんに怒り心頭。優しい。お馬さんってこんな優しいし頭ええんやな。内心クッソバカにしてそう。これだけ賢いと人間バカにして意地悪してくる馬もいるんやろな。縦髪引っ張られるの痛かったんやろな。馬って縦髪と尻尾は引っ張られてもそんな痛くないで。なんでお前にわかんねんバカか？俺なら蹴り入れられてると思って蹴り返すね。多分ワイより優しいわこの馬。困ってる女子に対してぶっきらぼうに的確な優しさをあげるタイプの男やん。めっちゃモテるやつ。お馬さん、JC に騎乗されてすごく嬉しそう。お前らじゃん。ワイの顔にクリソツ。これはフレーメンって言ってにおいカイドル表情や。速報東京の路上に馬。パカパカで草。好き放題走ってて草。パカパカで可愛い。
ここどこんご？小さい馬やな。アスファルトあっついやろ。蹄だとある程度我慢できそう。でも馬も行動走ってええんやろ？気持ちよさそうに走ってるやん。ポニーだな。サラブレッドならたまに競馬場から逃げるけど。驚愕。中世ヨーロッパの騎士様、とんでもない馬に乗っていた。イギリスエクセター大学の考古学者チームが、イギリスで発見された中世の馬の骨を分析したところ、ほとんどの馬の体高は140センチ程度だったことが判明したのだ。現在の馬は170から180センチほどだ。それに比べれば、随分小さかったということになる。中世の人が見たらラオウの国王号なんて、おったまげだっただろう。かわよ。お馬さんパカパカで草。馬だけでなく中世の人間も小さいのでセーフ。日本もそうやろ？当時はアラブ馬じゃない地域はどこもそうやちな。この頃のヨーロッパの平均身長は 163cm。 馬を追いかけるヒグマが撮影される。お前らこれ見て逃げ切れる？まあジョギングレベルってとこやな。練習前のアップにはちょうどええやろ。一生噛みつけなさそう。最後尾馬前のやつもっと急げや。一頭それた方を追いかけてるやん。でもクマ早いな。人間だと追いつかれると思うと恐ろしい。舗装されてないこんな道じゃ原付きでも無理。カメラはどういうセットで撮ってるんや。自分のこと馬だと思い込んでるクマかもしれない。かわいい。リアルの牧場を追ってこんな感じの見た目なんやろな。クマで鍛えられた馬は菊花賞馬になるぞ。リアル森のクマさん。こういうの見たら人間ってもっと迫真迫る恐怖が露骨に出るからおもろいよな。一生追いつかんやんこんなん。馬さんは心肺機能と筋肉にステータスをガンフリして、後がグズグズという凄まじき一点特化型。抜群の身体機能を誇る馬だが、その進化の過程で犠牲にしたものも多い歪な生き物でもある。特に走るために改良された競走馬は自然界にない過酷な走行環境にさらされるため、より骨折のリスクがつきまとう。故にガラスの足と呼ばれ、細心の注意が払われる。自動車で言えば F1 並みのエンジンを積んでいるに等しい心臓も、この足を損ねればポンプ機能が停止してたちまち機能不全につながり、死をはじめとした末端の壊死につながる。このため重度の骨折を負った時点で死が確定する。予後不良の競走馬に安楽死の処置がなされるのは、骨折が治せない時点で歩行能力を欠いて運動不足となり、そこから芋づる式に疾病を併発してさらなる苦しみを味わわせることになることへの、せめてもの救済と言える。四頭立ての馬車による馬術競技の動画に機動力がすごい、と驚く人続出。すごいという言葉しか出てこないんだって。馬車馬術、そういうのもあるのか。馬車のジムカーナ、もしくはダートラか。まさに人馬一体。何その機動力。大馬さんが賢すぎる。よく訓練された大馬さんだな。コース取りの誘導どうやってるんでしょ。魚車の後ろに乗っている二人がコーナリングの時に体重移動してサポートしてるのがなかなか良い。戦車馬車ってこんなに縦横無尽に駆け回れるんやな。牧場で馬に混じって草を食べる犬、馬たちへと困惑するも興味津々な様子が可愛い。同じ釜の飯作戦。馬が怪しんでるな。犬が草食べてるってなってる。めっちゃガン見されててわろた。小さい馬だなー、大きい犬だなー。馬も、ってなってて可愛い。三頭とも、になってる。犬のこと気にしてずっと見てるお馬さんが可愛すぎる。こいつの扱いをみんなで相談中。お互いに興味津々だけど、触るのは怖い距離感。雪がどっさり積もり、大喜びで遊ぶ一歳の馬の皆さんをおはしゃぎで楽しそう。馬もこういう喜び方をするんですね笑い。馬は喜びばば駆け回り、ふかふかの雪を全身で楽しんでおられる。雪ではしゃいでるのも可愛いんですけど、雪を払うときに体を震わせてる。めっちゃ可愛いです。雪で足腰強化できるのかな。やっぱりどんな動物も初雪はテンション上がるんですね。お馬さんも人間も子供は楽しいみたいですね。現れてツヤツヤの毛並みになったポニーさん、
次の瞬間やったことにゃー、と声が出る。秒殺。やりやがった。不思議だな、黒い馬がいたはずが。つやつやに輝くボディがあっという間に。きなこ餅を連想するような姿。つや黒が一瞬でマットなグレーに最後にどやって見せる笑顔が可愛くて笑ってしまいました。ご機嫌さんですな。さてと仕上げ仕上げ。こうでなくっちゃね。よくできたでしょ。って感じでしょうか。得意げに報告に来てくれたみたいで可愛い。神奈川県のコンビニ駐車場にすごいの止まってた。注目してほしいのは、ちゃんとバック駐車である。燃費いいんですかね、免許取ろうかな。馬は、エコカー減税の対象なのか。高級車は維持費に金がかかるから素人には手を出せない。おそらくだけど、燃費は悪い確信。顔バレしないようにそっぽ向いてるのがレベル高いですね。オーナーは良くても、馬が許さなきゃ、ですね。生まれたての子馬が突然始めたまさかの行動に笑いが止まらない。くそ。めちゃくちゃ吸い付かれとる。それおっぱいちゃう、アゴや。すっごい真剣な子馬さんのお顔が。ダイソンも注目する吸引力。耳が震えるほどの吸い付きで腹がよじれるほど笑いました。アゴがもげる。こんなことってあるんですね。将来大物になるぞ。道路の車線を無視してマイペースに走行。まさかの暴走族に驚きの声。道草を食べてたところを確保。パカラッパカラッさ。大馬さんも 100% したい時あるよね。軽く暴走族。一応、軽車両ですし、後方は多少守っている様子。賢いぞ馬。畑に入らないで道路を走るところに好感が持てました。引き返し。ゴール前は混戦模様。その後、空き地なのかわかりませんが、大馬さんたち、草を食べてたところ、確保されたみたいな。田舎あるある。すいません、やっぱないです。お散歩おしまい、帰ろう。って感じで展開するのかわええ。知らぬうちに新しい技覚えてやがる。お花プルプルプル。プルプルさせてるのかわいすぎる。ちょっとどうです？って得意げな顔しててなおかわいい。なんだろう、永遠に見ていられる。唇ニャルニャルさせるのすこ。鼻振りは自然発生的に覚えるのかな？暇だったのかな？馬の着ぐるみパジャマってないかなと思って馬着ぐるみパジャマでググって出てきたものがそうじゃないけど可愛いやつだった。柄が羊だし完全にパジャマ。羊柄。嘘ん。せめて馬か人参柄で。パジャマってか全身タイツ。耳まで覆ってるところが可愛い。肌が弱かったり日焼けを防ぐためにこうなったり、ちゃんと目的があってこういうデザインになってるそうだけど、それはそれとして可愛い。着せるの大変そう。どうやって身につけるのかとググったら、胴体、足、首、頭部でパーツが分かれていて頭以外は巻き付け方式らしい。牧場で馬がみんな、これを着て歩いている姿を想像しちゃった。ダメだ、ウケる。とある神社の白馬、無邪気に大股開く姿が神様感ゼロ？と話題に。大馬さんこんな風にゴロゴロするのか、知らんかった。神様ではなく神様の馬なのでこんなものかな。めっちゃ楽しそうやん。庶民に親しみやすさを感じてもらおうと配慮した人目であろうと推測。きっと、神様から指令が出たに違いない。猫が名称怒涛に騎乗してる件について。確かに可愛いな。猫も怒涛も可愛い怒涛性格いいな。馬がその気になれば一瞬であの世行きになるのにお気楽なもんだな。牧場猫は賢いから無害そうな馬をちゃんと見分けてる。朗報クソデカ大馬さん、車で来た人間に対して優しい。可愛い。万栄競馬とかの馬ってバカでかいよな。強そうでくさ。その目は優しかった。金髪イケメンやんけ。なんやこのイケメン面。これ野生の馬ちゃうよな。なんで道路に野放しになっとんや。ワイの車爆音やけど許してくれるんかな。慈悲深そう。おらんように前足畳むんやね。イーグルくんの怒られ特集。
怒られ慣れすぎて涼しい顔のイーグルくん。怒られてもどこ吹く風の表情で草。馬房で猫が生まれたという連絡があり、向かってみると馬さん優しい。馬小屋で出産子育て、まるで童話の世界ですね。馬さんもあそこですって言ってる感じが伝わる。若干情報量多いな。サンバさんじゃなくてサンバさんですかね。でかくて温厚な生き物の近くは安心安全って分かってる母猫がすごい。お馬さんも優しい。お馬さんがすごく気遣わしげに見つめている。馬の赤ちゃんが昨日の夜中に突然生まれてました。誰も妊娠してるとは気づいてなくて。そんなことある？ちっちゃい可愛い。こんな小さな体にこんな大きな子が入っていたのに誰も気がつかなかったとは驚き。あまりにも普段通りの振る舞いだったのか、産むときしんどかったろうな。生まれたての命かわいい。え？妊娠に気づかないとは？ちょっと何言ってるかわからない。サラブレッドだったら大騒ぎになるけど、ミニチュアホースならこういうこともありえるのか。母馬に対して子馬無茶大きくない？お父さんは牧場管理の子でもそういうのあるのか。よっぽど普段から健康でピンピンしてたんかな。何にせよ母子ともに無事で何より。馬の赤ちゃん、しっぽくしゃくしゃで可愛い。ミニチュアホースの子馬、さらにミニチュアで可愛すぎる。元競走バードマイヤージャパンがダメになっている動画が話題。なんと正式にヨギボーの CM キャラクターになってしまう。可愛い。これはいい広告。むちゃくちゃ可愛い。馬もダメにするんかい。やばない。休日の俺やん。引退してなおも賞金額加算とは、やりますね。レジェンドにもなると枕使って寝るんやね。これはまた、すごい契約なことで、引退馬にまた活躍の場ができるのはすごくいいこと。引退馬牧場で過ごした二のギムレットさん、馬娘のプロフ通りの翼柵を蹴り壊す破壊神っぷりで今年29本破壊済み。被害額が想像以上でしば。今年は行って29本柵破壊。29本。障子に穴開ける感覚なんだろうな。昨日の第1回目の破壊現場の動画上げておきます。90ミリの釘が蹴りと同時にへし折れてました。破壊王谷のギムレット、今日はこれくらいにしといたろ。柵を壊すとは聞いてたけど、こんなに壊すんか。1ヶ月に1回くらいかと思ってた。月7本ペースしか。絶好調ですね、破壊神様。馬の蹴りがどれほど恐ろしいものか一目でわかりますね。柵破壊すると人が喜ぶと思ってたりしません？思ってたより破壊神してて草。ウッドショックの煽りでシャレにならん。馬の新生児は寝たくても寝られない子がたまにいますが、こうすると寝てくれます。やり方が豪快すぎてすごい&かわいい。子馬ちゃん、ギョトンとしとる。寝方がわからないのか。寝かしつけ物理。足を折りたたむのにまだ慣れていないのか。少しずつ膝を曲げさせてあげるのかなと思ったら、すごいダイナミックに寝かされていた。信じて体預けてる感じ、信じて見守っている感じがあってすごい。ふかふかのわら床だからこそ可能な荒技。すん。手動かなくなるのかわいい。青森で半野生的に放牧されているお馬さんたちがでかいしむっちりだし可愛いしで話題。うおーかっけー。暗夜のたくましさが素晴らしい。うおーこれは見たいぞ。ちなみに、冬の寒立ち目はこんな感じになります。ムチムチのお馬さんだ。半野生の馬なんているのか、ボリューミーなボディが可愛い。純粋な在来馬ではないけど、その面影が見えてお馬さんの気が優しそうなのがいいですね。寒立ち目は距離近いし普通に近づいてきたりするけど、過度な接近や触ったりするのは禁止ってことになってるので、言ったら重々お気をつけよう。牛などの反数を行う動物は、複数の胃に細菌や原虫を飼い、彼らを消化することで体を養うタンパク質を得ている。馬にそうした器官はないため、大腸を発達させここに細菌を養うことで補っているが、腸内細菌の大部分は一部は腸内で分解されて吸収されるものの、そのまま糞として排出されてしまう。よって馬が大量の草を食べても得られるタンパク質はわずかである。
胃のサイズは腸の20分の1と極端に小さく、このために巨大な胃を持つ牛より速く走るのに有利ではあるのだが、食いだめができず、小さな胃を常にフル稼働させざるを得ない。吸引馬食と言われるのは、そもそも胃の小ささゆえなのだ。さらに腸を体に固定する腸間膜も未発達なため、ふとした衝撃で簡単に腸の位置が動いてしまい、腸捻転や腸閉塞といった腸に関する物理的な疾患にもかかりやすい。加えて胃の入り口である糞門の筋肉が非常に発達しており、ゲップも嘔吐もできないため、胃にガスを溜めがちで胃破裂を起こしやすい。